広島学院中学校、高等学校は、広島県広島市西区に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校、カトリック修道会のイエズス会を設立母体としている。イエズス会が、日本国内で3番目の中学、高校として1956年に設立した。 原爆で壊滅した広島を教育の力で励ましたいとの思いもあったという。広島市内には他にも私立男子中高一貫校があるが、その中で唯一のミッションスクールである。イエズス会が設立、母体の日本各地の学校とは他人のためにつくスリーダーの育成という一つの教育の理想を共有している。かつては、清友寮という寮があり、 全国から生徒を募集していた時期もあったが、入学条件は、中、四国地方在住、広島県、または山口県内在住と段階的に狭められた。1980年代後半に閉鎖後、取り壊されている。無差別な全国的に優秀な生徒の受け皿でなく、地域に根差し、一人数とを大切にした、全員で向上する、雰囲気づくりを大切にしている。 修熟度別授業は導入せず、チームワークを活かして、体育祭、文化祭、クラブ活動などに力を入れる。学校の立地場所は、旧広島藩の別邸、緑豪園が置かれていた、継承地で、校歌にも歌われている。他校の PTA に相当する組織、緑豪会、OB 会、緑友会の名はこれに由来する。校舎からは、 旧広島西飛行場を含め、ほぼ旧広島市内全域を眺めることができる。2015年に60周年を迎え、1200人が収容できる行動と隣接して180人、収容できる制堂が連なったアルペ行動が完成した。2016年4月にイエズス会教育の実現と進化を目的に設置者である 広島学院を含む姉妹校の4つの学校法人栄光学園、六甲学院、大成学園は学校法人上智学院と合併した。合併後各学校法人は解散するが、各校は上智大学の付属校にはならず、名称もそのままに独立経営が維持される。この間、卒業生は9000名を数える。広島市の市章をモチーフにし、 学院の学ぶの字をあしらったデザインである。2010年度より、右襟に学年を表すローマ数字、左襟に広島学院の交渉の気象をつけることとなった。学年を表す気象は、高校生は金色、中学生は銀色である。2009年度までは、襟章として、右襟に中学校は中、高等学校は高の文字をつけ、中学校の中は、 旧制広島県立第一中学校で使われていたものと同じものを使っていたが、登校との関係は一切ない。創立当初は軍装風の正式街灯があった。夏服は2011年度に新夏服が制定され、胸にイエズス会の紋章の入った白い半袖シャツとなった。半袖と長袖の2種類が採用されたため、春または秋に、 愛服として着用する生徒も多い。2009年度までは胸に、交渉の入っている灰色の半袖カッターシャツであった。冬制服は、初代校長、フーベルとシュワイツェルの定めた、旧海軍士官の、第一種軍装を模して作ったコンサージ、爪めり、ホック止めの制服である。旧海軍士官の、第一種軍装は俗に言う蛇腹でヘリトリされているが、学院の制服は蛇腹ではなく、 モールでヘディ取りされていること、左右のサイドベンツがない点が違っている。2010年度より、冬季は上着の上に指定のコートを着用できることとなった。原則として6月と10月が衣替えとなっているため、5月末までと10月初め以降の長袖夏服着用は許可されていない。生物として黒の革靴が指定されている。学校指定の革を使用する。 かつては、聖望があり、通学カバンの使用が禁止され、風呂敷に荷物一式を包んでこなければならなかった。聖望と聖カバンはほぼ同時期には廃止され、現在では聖望をかぶってくる生徒はいない。本校の中央玄関を入ってすぐ右側に、かつての風呂敷と聖望が、本校の伝統を伝える資料として展示されている。また、風呂敷は、入学式に入学した生徒に配られる。 旧正門広島学院校舎は、かなりの高所にあり、シャド6度から14度の瞬間な坂を上り下り、しなければならない。広島電鉄宮島線古江駅、または高須駅から歩く場合、西広島バイパスを通るバスの利用者のほぼ2倍の距離の坂を上り下りしなければならない。西広島駅から歩くと、およそ30分かかる。広島県全域と山口県東部、 岡山県西部から通学している。なお、通学は自宅からのみ、自転車での通学は最寄り駅までのみ許可されている。1クラス45人前後の1学年4クラス編成。始業時刻の8時30分から10分間のホームルームが行われる。ただし、月曜日は全校朝礼で校長の話を聞く。木曜日は中校別朝礼で、 クラブの表彰や終盤の話を聞く。授業は1限目が8時40分から始まる。50分授業で基本的に毎日6限目まで行われるが、月曜日は各週で7限目に50分間のホームルームが行われ、2週に1日土曜日に4号時まで授業が行われる。食堂や給食はなく、昼食は家から持参した弁当を教室で担任と一緒に食べる。 放課後は、生徒で掃除を行う。新型コロナウイルス感染症流行以降、トイレ掃除は清掃業者に依頼している。下校時刻は、クラブ活動のある生徒や自習する生徒は18時までに、下校、それ以外の生徒は17時間前下校である。2020年9月より、高校生は20時まで、専用自習室が利用可能となった。現在高3の生徒は、 新型コロナウイルス感染症予防の対策措置として、投稿が任意となっている。2020年度から、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、中間体操は実施されていない。以下は2019年度までについての記載である。雨天時などを除き、2時間目と3時間目の間の15分休憩に、中間体操が行われる。生徒、教師全員が、シャツ1枚、 または上半身裸でグラウンドに走り込み各クラス整列して更新あるいは駆け足更新の後音楽に合わせて一斉に中間体操という体操を行うこの体操は市販の体操用音楽に合わせて付属のプログラムをもとに当時の体育担当教官が作成したもので内容は男子高生徒にふさわしいものに改良されている 学期末試験の一週間前と試験期間は行われない。中間試験一週間前も行われないことがあるが、行うか否かの明確な規定はない。なお、日本国内のイエズス解説率の他の中学、高校でも中間体操は行われているが、上智福岡は副着用、六甲学院は上半身裸でグラウンドを走る、栄光学園は上半身裸で、ラジオ体操第2。 と、各校で内容が異なっている。広島学院では、中間体操は元来避難訓練を兼ねて行われてきたが、近年は、それとは別に避難訓練が行われることもある。2011年度、当時の学校長は、体操を守るべき伝統とする意見との妥協案として、体操を行う際に半袖シャツ1枚まで着用することを許可した。校内では、 基本的には制服を着用せず、校内着に着替えていたが、2020年度1学期、途中からは校内着の着用は、新型コロナウイルス対策による熱中症防止の観点から任意となった。また、同年度2学期途中からは、防寒対策として、校内での上着やネックウォーマーでの着用が許可されたが、作業用ズボンについては、それ以外の着用が許されていない。 以下は2019年度以前の記載である。投稿時にゴム製のスリッパに履き替え、トレパンと呼ばれる白色の作業用ズボンに履き替える。また、上着も脱ぎ、基本的に冬は緑がかった紺色の長袖ポロシャツ、夏は指定の緑がかった紺色の半袖ポロシャツ、または T シャツに着替える。2010年度までは校内着として冬は白色のワイシャツ、夏は 白の T シャツが採用されていた。以前は校内入りは便所スリッパであったが保護者からデザイン性にクレームがあり災害時の避難の遅れも指摘されたためクロックスタイプのスリッパに変更されている。委員会は生徒会以下文化、体育、風紀、広報、奉仕の各委員会に分かれている。委員会には原則として高校生から所属が認められ、 2月に、校2、校1、中3で行われる選挙により、各委員長が校1から、各副委員長が中3からそれぞれ選出される。ただし、文化委員会や風紀委員会などでは、中学生にも所属が認められることがある。また、生徒会から独立している委員会に美会委員会と図書委員会がある。美化委員会には、校内掃除の点検などを担当する中2から、 高三までの美会委員が所属しており、図書委員会には図書館の運営に携わる中1から高2までの図書委員が所属している。図書委員会は広報誌としてムムを発行しており、昭和45年の創刊以来、今日までの約50年間で約140号発行されてきた。ムムはマジックユニークマニアックアンフェカードの頭文字が由来となっており、 多くの教員や生徒の文章や図書院の本の紹介、図書室の利用状況の統計など様々な企画に溢れている。例えば、2017年に発行された、無、無2017年文化祭特別号の最初には、特別企画として本と将棋と哲学等、糸谷哲郎氏インタビューの校があり、本校46期生の糸谷哲郎氏と、図書委員長、 谷畑総一郎の会話が掲載されている。さらに、図書委員会では、図書猫というキャラクターが作られ、2012年度には、広報委員会が主体となり、学問というオリジナルマスコットキャラクターが制作された。学問は、文化祭やオープンスクールなどの行事で校内を移動しているところを目撃することができる。文部領土の考えのもと、中学校3年間は、 基本的に運動部に入部しなければならない。学業優先のため部活動は週2回18時までに制限されている。また練習試合も月1回と定められている。ただし長期期間中はこの限りではない。また運動部のカテゴリーにブラスバンド部が含まれる。文化部レは中2から任意入部することができる。登山部はしばしば全国大会で優勝しており、 2007年、2008年と2年、連続インターハイで優勝している。また、ESS も、高窓の宮杯全日本、中学校英語弁論大会において、複数会場位入賞を果たしている。これにより、広島学院中は、高窓の宮杯への選出回数が国内で最多で、あるとして表彰された。他にも、科学部、将棋部などを、全国の大会で優勝。 入賞しているクラブが多々ある。また将棋部は在学時にプロ騎士、糸谷哲郎を輩出した。カトリック研究会を中心とした高校1年生の有志は毎年年末年始にイエズス会姉妹校の六甲学院中学、高校、栄光学園中学、高校、上地福岡中学、高校との4校と行動で愛林地区での越冬支援活動に参加する。 2008年度の全国高等学校パソコンコンクールのプログラミング部門で全国優勝した。2013年度の国際生物学オリンピックで高参生が金メダルを受賞した。イエズス会の教育理念の下進度決定は基本的に各自の判断に任せられている。高2から分離選択で理系と文系の人数比は例年3、1である。 2021年現在、卒業生は、累計約1万人であり、進学者を大学別で見ると、東京大学が最多で、約1500人を占める。年度により変動はあるが、現役生及び本校を卒業した、老人生全体で、以前は東大、国公立大学医学部医学科合格者は、それぞれ30人前後、京都大学、大阪大学、 広島大学合格者は、各20人前後で、早稲田大学、慶応義塾大学にも、それぞれ、約30から40人が合格していたが、近年は、医学部志向が強く、難関国公立への進学実績は低下しており、医学部医学会の進学は50人程度、広島大学へは30人程度に、東京大学、京都大学、大阪大学、早稲田大学、 慶應義塾大学へは、各10人程度となっている、緑とも会50周年を記念して東門に、建立された石踏み、ありがとうございます。